足元から自分の存在を考えるジオエクスプローラーの時間です。案内人の盾の茂彦です。私たちは今太陽系の中心から3番目の惑星、地球に住んでいます。地球は約46億年前に誕生したと考えられています。では、 一体どのように誕生して、どのように今の姿になったのでしょう。残念ながら人類は誰もこの壮大な歴史を目撃していません。ではどうやって地球の歴史を解読していったらいいのでしょう。研究者たちは 地球の歴史を記録しているあるものを使っています。その答えは地球は何からできているのか。ここにヒントがあるんですね。地球の断面を見てみましょう。地球の中心には大きな鉄の塊があります。その周りを 地表まで岩石が覆っていることが分かっています。そうなんです。地球の歴史を記録しているのは岩石なんですね。では、どこに行くと岩石を見ることができるでしょうか 岩石惑星である地球。岩石はどこにでもあります。山。そして川。さらに海。このような場所に行けば、岩石が作り出す目を見張るような絶景に出会うことができます。そして河原や海岸にはこのように たくさんの石が転がっていますね。近くに川や海がなくても、こんな街中を歩いていても、実は皆さんの周りは石だらけ。例えば、これは東京駅の構内ですが、ここにもたくさんの石があるんですよ。どこにあるでしょう この床になんと3種類もの石が使われていて模様を作り出しています。これは新横浜駅の構内の写真です。ここにもたくさんの石が使われています。どこでしょうか この階段と床が石でできています。黒いつぶつぶが入った白と赤の石があります。そしてこれは東京駅近くのとあるビルの入り口です。ここの壁の石材に近づいてみると何やら綺麗な赤いつぶつぶが見えますね。これは ザクロ石という1月の誕生石にもなっている宝石です。石にはとてもたくさんの種類があって、そのそれぞれが地球の歴史を語ってくれます。このジオエクスプローラーでは、物言わぬこの石ころの声を聞いて、地球がどのように移り変わってきたのか、 その進化に迫っていきましょう。では、次の時間までのミッションです。山や川に行く機会があれば、石の写真を撮っていきましょう。自分で決めた基準で、違うと思う10種類の石の写真を撮っていきましょう。または街中で石材として使われている石の写真を 10枚取っていきましょう。では、いずれかのミッションを行って次の時間にお会いしましょう。足元から自分の存在を考えるジオエクスプローラーの時間でした。